本日ヘアメイク担当させていただきます、わやまいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかどういった感じにしたいとかありますか？なんか私妄想なので、はい、妄想なんですよ、はい、だからちょっとなんか可愛い感じで見ましたし、あ、了解しました。嘘。ほら、アイパン、メイクの人の上手なトーク、上手なトークやって、あーあーもうあーでダメだわ。お前ずっとこうやってるだけ。何も始まってない。ケタボン整えてるんですか？ケタボン整えてるんですか？手の温かさで気温もすぐして、あ、動かなきゃいけない。ごめんなさい、すいません、ね、トーク、警戒のトークよろしく。ハロウィンとか、ハロウィン何かコスプレされるんですか？ハロウィン、でも今年どうしようかなと思ってて、うん、なんかマウスとかいいかなと思ってるんですよね。あー、可愛いですよね。職業系、うんうん、あ、続いてな。これはこれでいいの？あ、さっきなんか調べてましたよね、なんか。あ、そうなんですよ。いいヘアアレンジ。結構難易度高いんですけど。それを選んだ。欲しいな。ちょっと Google で見た感じと違いますね、やってみると。実際。Google。欲しいですね。こんなこと初めてですね。私長い間美容師やってます。今日初めてなんですよね。あ、そうですね。でもスタレントさんを担当するのは初めてなんで。そうなんですね。じゃあ結構なんかお仕事じゃない時はやってらっしゃったりするんですか？あ、そうですね。お前コミッションコミッション。いつもヘアアレンジとかされてるんですよね？あ、そうですね。あの、うち自分の美容院持ってる。あ、そうなんだ。大きく出たな。大きく出たね。え、どこにあるんですか？表参道にあります。待って待って待って、ハイポン、すごいことになってる。なんかさ、そんなことないよ。なんかさ、綺麗だよ。ぐしゃぐしゃのぐしゃなんだけど。マジ？大丈夫本当に。大丈夫です。でも、それだけ。皆さん言われるんですよ。大丈夫。本当に大丈夫なのかと。大丈夫なんです。そう、大丈夫です。大丈夫なんですよね。本当に。いただければ。うんうん、ちゃんとあのお給料いただいてるんで、その分働きますので。カメラ目線向かってる。これでさ、ここでね、さ、こうやってやって、うん、これ止めるあれなんじゃないの、これ。ほらほら、え、やばいよ、iPhone で。マジでこれ綺麗じゃない？ダメよ。じゃあちょっとこよみんに撮るよ。お願い、頼む。こよみんは現実を見た方がいい。OK、はい、分かった。じゃあこよみん、はい、なんとも言えねえな。リアクションしづれえな。皆さんそうおっしゃるんですか？綺麗的な美容師として。それは何をやってらっしゃるんですか？上のところを。これはちょっと上の今ヘアアレンジ苦情がありましたので。苦情苦情。本人目の前にゴムが飛んでたんで。あれマジキス。よくあるんですよ、ゴムが飛んでくこと。あの、はい、美容師の界隈では。どこの美容師から？表参道。表参道。かたくなに表参道。気になる。これファンの子からもらったね、首輪なの、首輪。そうなんですか、うん、すごい可愛いですね。でしょ、どこで買ったと思う？表参道。よしやんか。おしゃれワード、表参道。おしゃれワード、やばい、そんなこと起こらない。量ね、大事なんで。すごいガニ股に覗いてるんだけど。もう絶対こんなにいらない。やっぱちょっとでも最初よりも手際がいいですよ、最初より。私たちもやりながら成長してるっていうところはあるんで、お客様と接して接してたか。で